さあさあさあやっていきましょう。これは地獄。ああいいいい、あたまらん、いいな、これはもうみんなやっちゃうでしょう。もしかしてやられた後かもしれないけど、目薄、ちょっと待って、黒目が薄すぎてワロスやな。あーそっか、あーなるほどね。これね、ちょっと一個不安なことがあって、あのウーズを避けなきゃいけないじゃないですか。うまくできんのかな。やばい、パーカー、パーカー、where are you? 荷物は全部取られたのか。荷物は全部取られたのに、なぜか通信は取れるという謎のあれだね。了解です。ほんとなんかこの鹿の置物って好きだよね、大学ね。よいしょ、よいしょ。で、この前に、あ、なんだ、私ここで一体何をされたの、どうして私はここに。いやー、まあ、多分ね、あの 赤髪のシャンクスさんにね、もうエッチエッチなことされちゃった。で、これを開けようと思うけど、ネジできつく止められている。だからこっち進むことができましんということでございますね。まあ、ちゃ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 。はいはいはい。だーもうなんでは、いはいはい、オッケーオッケー。これね、ジルの正面を向きたいんだけどね、正面から見たいんだけど、正面から見れないでね。で、まあ、貞子が出てくる前に、早くここを抜け出さないとやばいよね。ずいぶん前に割られたようだから、すごい。フライト、なんでなんでだよ。なんでだよ、なんでだよ。そこに何かあるかもしれないわ。これあれじゃないの、抜いたらまたお手手がシャーンって出てくることは特になかった。浴槽にはサビが浮いている。え、あ、でジェニシスもないの。よし、じゃあ行きましょう。で、戻るとバーン、キャー、助けてー、どうしたらいいのかわからないわ。タイミングよく、はい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 、オッケーオッケー。じゃ、タイミングよく行きましょう、タイミングよく。タイミングよく、おい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 。これ、こいつに向かっていってったらいいんじゃねって。おりゃー、きたー、オッケー、うまっ、うまくて安くて早い。よっしゃ、テープで、ぐるっと。これね、DS 版だとさ、自分でネジ外していかなきゃいけない。でも、あいつなんか復活するんじゃねっていうなんか気がしてならないんだけど、あの位置にあると。で、穴、つける。で、つける。で、つける。わあ、これあれね、DS と比べると操作感がむずい。あ、ちょ、あ、間違え。思いっきり間違えてるし。DS と違って操作感がむずいっすね。これね、ペケン。やばいやばい、復活すんのかよ。それは聞いてなかった。危な。あれ、復活したっけ。まだいる。うわ、オッケー、おっしゃる通りです。なんとか回避して進む、出す。こっち丸腰ではどうにもならん。てか、あいつどこいんだよ。おいおい、あ、いる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 、あ、いるいる、お邪魔します。ここどこ、ここは、あ、あ、あ、ちょっと待って、うわ、ガッチガチにはめられてんじゃん。弾ばっか手に入んだ。待って、普通に考えてさ、この中にもいるんじゃねっていうお家がするんだけど、弾ばっか、え、弾ばっか、え、ちょっと待って、ショットガン持ってない、ショットガン弾なんで20発持ってるの、おかしくない。おー、なんで宝箱からか、びっくりびっくり、お宝箱、え、え、いる、いる、いない、いない、いる、いないと見せかけて、また僕びっくり宝箱とかないよね、大丈夫で。うわ、え、なに、どっかからうわーって言ってるけど、いるんだね、いるんだね、そういうことだよね。急いで、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 お、あ、来てる来てる来てる、逃げろ、おい、え、パーカー、パーカー、ああ、あかん。なんか時々出た出た、発作、発作、発作。クイーンゼノビア。なんかもう沈没しそうなゼノビアになってるけど。わあ、おっぱいの大きな女の子だね。うん。わあ、多分、優しさに包まれるな、あれだね。バッチ、あ、もうびっくりした。お前かよ。ジル、Are you okay? こんなとこに敵出てきたっけって思ってもドキッとしたわ。BOWs。BOWs。
I think I saw them on my way here. どうしたらいいんだっけ？うん。そこまで言うならあなたが先導していただけるかな？はい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 。大丈夫だよね。で、Wait. There are more creatures this way. 了解です。はい。I found these though. Think we can use it? 使えないかな ？Yeah, it just might do the trick. よし、じゃあ行くか。ただただエロい声が。お前視線おっぱいに向けてんだろ。じゃあ分からん。よし、今日。まだまだ先。こっちにいる。ほっ！いや、避けない！残念。こっちいる。ほっ！よし、避けた。危ない。セーフ。さあ、パーカーが大変な目に遭ってるけど。そんなことして。ああ、おお、パーカー、お前。無事だったのか。待って。俺何の操作もしてないけど勝手になんかいろいろやってくれた。ああ、どうも。ごちそうさまでございます。で、その前に。これなんて書いてあるんだ。モンゴルって書いてあるね。よっしゃ、いろいろ。手に入った。で、オッケー。よし。で、ショットガンはないんだよね。で、アイテム、ね。この画面で、装着。はいはいはい、オッケーです。で、カスタムパーツ。で、カスタムパーツダメージ1。じゃ、ダメージ、あ、違う。ちょっと待って。これで、あ、これをクリックする。で、チャキッと。じゃ、ダメージ1をはめましょう。10% アップ。いいね。で、今日は取り戻した。ジルどうする？そんなもん決まってるでしょ。いろいろ調べまくるよ。あ、ちょ、ターゲット。こっちの方もあるかな。あった。めっけてなーい。よし、オッケー。ハンドガンの弾もあれなんだね。いっぱいなんだな。じゃ戻っていくときに敵をぶち殺していかなきゃいけないから。なんだ、グリーンハーブ。オッケー、2つ目。若干ダメージから来るんだな。200。おー、お邪魔しましたー。よし、おめえ閉じ込められてた部屋、もういてー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 、ほいほい、オッケー、よし、もうこうした方が早いで、頭打つよりな、ちょりゃーってー。どうだ、まいった。敵が出てくると急になんか発狂するのやめてほしいなって。発狂ってのは俺なんだけどさ、ちょ、じゃあ発狂するの自分にやめてって。日本語がもうむちゃくちゃになってる。そうじゃなくて、あの発作が起こってさ、なんかくるくるわけわかんないことを起こるのやめてほしいなっていう。ただそれだけ、何もない。なんか言えよなんか言ってください。あの時めっちゃいろいろ言ってくれたじゃん。で、ここの部屋は何にもないのか。いや、つまんねえ、クソつまんねえ部屋だな。よし、じゃあ冷蔵庫に何かあるわけでもなく調べたから、じゃあこっち戻っていきましょうか。で、弾は、あ、2発減ってるから、ここ来ることあんのかな？あんまない気もするけどね。よし、じゃあ行こう。で、これ戻ったらまたいろいろと修羅場なんだよな。ちょっと待って、こっち行ける。あ、行けなかった。ごめん、行けるって言ったけど、行けるぞって言ったけど、行けなかった。あ、ちょっと、パーカー？よー、ちょっと！え？お前！実はあいつ自身がお化けだったのか。よし、オッケー、ほい、オッケー、よいしょーからの、うん、でやっ、あー、また固まった。出た、発作。よし、オッケー。あ、パー。よし。あー。でやー。よし、オッケー。まだいるな。キーン。まだいるな、どっかに。3体いなかったじゃん、ここ。あ、いるね。思いっきり徘徊してるわ。違う。全弾おちんちんに当たってる。
おちんちんなのかどうかわかんないけど、まあいいや、普通に行けたわ。普通に行けたけど、弾が超もったいない。で、11% か。まあ、とりあえずここのやつは全員ぶちのめしたから、なんかある。トン。で、ああ、弾5発ね。で、ここはなんかさ、ああ、もうないのか。じゃあ、弾取りに帰ろうか。ねえ、まあ、また来るかどうかわかんないしね、こことかね。いやー、大変。本当に大変。こう、過去一操作性がどえらいことになってる。あ、ないんかい、ここは。過去一操作性がどえろいことになってるから。ほらほら、始まった発作。もう音楽だけが超不気味なんだよね、ゴーンって。ピアノみたいなのがさ。いやー、ほんと、バイオハザードってさ、ほんと、こういう不気味な音楽をね、流すのがすごい得意だよね。どうするんだったっけ？1か3あ、普通押さなきゃいけない。なるほどね、了解です。ここ持っていないないよ。し、じゃあ行くか。おおよし、オッケー。いやいやいや、お前さ、今さら来んのかな。部屋はどっかに何かないか。ジェネシスを構えるとほら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 発狂し始めるでしょ。あと上落ちてくる。ここなんかバーンってなるみたい。あ、なんか広げられると。あれ、こんなんあったっけ。普通に植物学、薬効を持つ植物に第3版。人類は太古から様々な植物を持ち、傷や病を癒してきた。本書ではこの薬効を持つ植物の例として、アークレイ産地周辺に自生するハーブを取り上げ、その概要を述べたいと思う。鮮やかな緑の色のこのハーブは疲労を回復するだけでなく、自然治癒力を高め、傷の治りを早くする効果もある。また免疫機能活性作用もあり、ウイルスの感染を防ぐ意味でも非常に有用である。医療的な応用性も高く、救急医療の場でも用いられ始めている。近年多発しているバイオテロの脅威から、あなたとあなたの家族を守るためのこの薬草の常備を検討された。なるほどね、フリーハーブみたいな。これ普通にここ戻ってって敵っていたっけ。ここはいないのか。こっちはあれだ、なんかカードキーかなんかでペーコーンってやんなきゃいけないのか。めっちゃ目の前にいるから。なんだ。カッサッパ、あー、なるほどね。ここで戻るかってことなんですよね。いや、ここら辺の絵とかもね。これなんかあれじゃないの？バイオワンの館じゃないみたいな感じがするけど。おー、酔っ払いが目覚めてきやがった。これそんなに戦意がいたのねって感じだよね、普通に。あ、ありがとう。よしよしよし。違う、どこ行くの。普通に通り過ぎようとしやがった。あれ、まだいる。あ、違う、パーカーが撃とうとしないってことは大丈夫。あれ、こんなに広い場所なのに何もないんだ。パーカー、そういう意味では逃げ回るの助かったな。ありがたいな。うわー、うわ、こんなでっかいチキン食えんの、すごっ。すごい嫌な予感がしてて、すごい嫌な予感がしてる。あのね、この先なんだよ。この先で敵を避けようとしたら、確か上からバーンって降ってきた。バーンって降ってきたんじゃなかったっけ。そんなね、記憶がある。違ったらごめんなさい。よし、すでにいるー。あれ上から降ってこなかったっけ。あそこから降ってくるはずなんだよ。でもちょっと危険因子は、オッケー、危険因子を排除しておかなきゃね。よし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 。でこれ確かこっち、おーとするとそうだよね、やっぱりなんかそんな気がしてたよー。よし、オッケー。あー、うっせー、やばい、めり込んでる。普通に瓶の中にめり込んでたんだ。で、12%。で、めっちゃパーカーのチンチン。めっちゃパーカーのチンチンとしてる。半玉ね。はいはい、打った分の分。あの、女の子が血にまみれている。これ、無理。壊したらなんかあの、中からショットガンが出てくるから、そういうのはない。で、来た、来てるね。で、
すでに取れる。なるほど。こっちが、なんだっけ、なんか、おー、目の前にいる。ほっ、あ、ちょ、避けれないのかよ。避けるときと避けないときとの違いがよくわかんない。ほい、オッケー。やーりゃっての。ソリエ。まあ、いいさ、いいさ。本当はこれね、生きてるときにね、ジェネシスする方がね、パーセンテージが高いらしいんだけど、そんな余裕はないから、よし、とりあえずこっちに入っておいて。あ、普通になんかイチャイチャしてる。普通にイチャイチャしてた。ほい、ほい、あ、ちょ待って、あれ、おかしいおかしい。ほい、ほい、ほい、あ、イチャ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 。あ、あ、助けてよ。え、嘘。あ、それ、あー、マジかー。これどこまで戻されるんだろうな。うわー、めっちゃ普通にベロベロされてる。なんかすごい嫌な予感がしてて、多分ね、武器を取ったところからやり直させられるんじゃないかっていう、そんな予感がしている。外れていてほしい。あー、こっからか。はいはいはい、まあまだマシだね。まだ1体ずつだからいいんだけどさ、2体以上出てきたらめんどくさいよね、これ。ほい。で、ハンドガンを拾っておいて、で、で、もう一度、じゅーん。はい、おはよう。立ち上がってくんの早いな、おめえ。足腰よう鍛えられてんな。じゃあ、パーカー頼んだ。ちょっとパーカーがどこまでできるのかっていうのちょっとやろうか。全然外してるけどね。銃、銃を構えながら。全然パーカーに見向きもしない。男、男は嫌いってか？ほら、このウーズの正体は男だ。ほれ、ほれ。ほら、いけいけいけ、頑張れ頑張れ。あー、ばい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 。メスのフェロモンの匂いがするだーって。オッケー。さあ、じわ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 。オッケー、今のうち。無理、届かない。よし、もう一発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 プランプランして、もう一発プランプランさせて。オッケーオッケー、いいね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 、おちょ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 、おっしゃー、フィニッシュー、おまたキックー、うーでん。あー、いや、まさかあそこでやられると思ってた。これちなみに、バイオ4とか、じゃあバイオ4じゃねえや、5とか6とかだとさ、なんかやられたらさ、普通にアイテムがさ、あの、アイテムじゃない、体力がマックスになるみたいなのあるけど、これはあれなのかな、続きくらいなのかな。そこら辺をちょっとあまり詳しく存じ上げないんですが。あ、なんだ、普通に体力切れ。まだいるんだよね、確かね。 いるんだよ、確かね、ってか今やったとこだっけ。オッケー、あとはパーカー任せた。イチャイチャして、イチャイチャして、パーカー。あー、なんだ、頭切れてんじゃん。あ、なんだ、パートナーにもちゃんと弾が切れるっていう演出があるんだね。てか意外と弾が30発しか持てないっていうのが辛いね。まあ、逆にそれしかないから、あの、弾のマネジメントをきちんとたまたましましょうってことなんだけど、エンブレムってどこで手に入るんだろう。それを手に入れて次進みたいんだけどな。はまだ、え、こんな演出あったっけ、忘れてたわ。で、ここが確かおっきいのいる。ほっ、あ、ちょっと待って、避けてよ、避けてくださいよ。ちょっと待って、でっかいのもでっかいのもちっこいのもこっち向かってきてる。やばいやばいやばい、でっかい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 。倒れてくれない、倒れてくれない。こいつはやべえぞ、こいつはやべえぞ。とりあえず、ちっこい方、ちっこい方。あれ、おててがプルンってならない。おててが幹プルンってならない。よしよしよし、1体目ゲット。で、ジュイー、ピキーン。もう一回、ピキーン。オッケー、いいね。あ、もう無理だ。ターゲットノットファウンド。じゃあ、あとよろしく。もう こんだけしか弾がないんだよ。こんだけしか弾がないから、あとパーカーよろしく。その間に私は、
でもここ確か何の意味もないよ買ったはずだよね。全然パーカーのこと無視するじゃん。はい、オッケー。あれ、あぶ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 れ、あ、違う、ひるんでない、ひるんでない。あ、もうあいつは無理だ、あいつは無理だ。あ、なんだ、ただ単に弾を無駄遣いしただけだったな。これ死んでからもスキャン、あ、スキャンコンプリートしてるのか。了解了解。じゃあこっち戻っていこう。で、ここは何かあったっけ。敵がいた気がするんだけど、あれだけかな。で、帰ろうとすると、あ、出てきたよね。はいはい。あ、なんかイチャイチャしてる、イチャイチャしてるからちょっと、あー、これ完全に穴やられてるね。あーですよね。オッケーオッケー、オッケー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 、よしよしよし。じゃあで行こうと思ったら目の前に登場。オッケー。あー、あ、助けてパーカー。もうあれなんだよ、ねえんだよ、弾がねえんだよ。たまたまキック、お尻プッチン。よし、オッケー。こうなって溶け始めてったらもう無理なんだよな。で、ここが確かジルが閉じ込められてた部屋で、こっち行こうとするとあれだから、ここなんかなかったっけ。もうないか。お部屋から出てきただけかな。マジで弾がね。よし、オッケー。一発、一発でもおかわりしたい。よし、オッケー。中継的に、だんだんあれだね、スキャンの数が。違う違う、間違えた。あ、ちょっと待って、スキャン全然しないままっちゃった。こっちの部屋スキャンしたらなんかある。ゾンビいるとかないよね。え？なんだ、ここ本当に線抜いただけか。じゃあここ、これだけ損だったの？マジっすか。そっか、残念だったな。そんなこともある。じゃあ、ここの通りは？あ、マジでなんもないんだ。なんだ、ジェネシスの活躍の場が意外と少ないんだ。ポンチョ。先行に行けるようだな。あ、そう。ナイフの使い方をね、覚えてなかったっていうね。で、こっちは、敵は、で、いる？あ、いないね。あー、でもこれあれじゃん、電源ついてないから無理なんだよ。ついてたわ、普通に。普通についてたわ。え、どこ行く？戦況、戦況に。あれ、これメーデーさんが出てくるまでやらなきゃいけないパートだったっけか。そんなことはないよね。うわー、音楽止まって誰かが開けてる。別の誰かはここに、それはまあいる可能性は高いよね。あ、なんかハーブだけをやたらと手に入る。ショットガン、あれ、ちょっと待って、だからショットガンのさ、あれがないんだけど、のエンブレムを勝手に誰かが閉めて、ここは特に相手、あ、ちょっと待って、忘れてた忘れてた。あ、なんかある、あたたたたたた、ハンドガン。あ、やった。なんだ、え、ああ、そういうこと。他にはない。よし、じゃあ行きましょう。あれ、ここで一旦終わりだったっけ。まだ続きあったっけ。 I'm at the bridge. I'm at the bridge. さあ、いっぱいここはなんかありそうだぞ。あった、まず一つ目。あ、一つで終わった。マジっすか。そんなことがあるのか。よし、じゃあ切ろうか。手榴弾。ちょっとピックアップ。ああ、やったやったやった。ハンドガン弾薬ケースやった。最大所持数は、F2 で確認ができる。F2。よし、50発。50発は OK。でも、あれ、ここ？ここなんか他に調べられるのあったっけ？もう、ボッコボコに破壊されてるもんね。We can't change our course. We're completely adrift.バイオ、多分バイオ5のあの船から。なんだ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 。ああ、ちょっとこんな演出ありましたな。
これで戻ることができる。本当の漂流を始めちゃいましょうっていうことね。思ったら、セクハラです。積極的セクハラ、甘いわ。でもここでね、殺さないでね、なんかね、上をチキンってやってるっていうのがやっぱ優しさというかね。お前は赤髪のクス。目つき悪すぎる。普通に銃撃って当たったんだったっけ。うわあ、シミがいっぱいつ。でもあれだね、やっぱりまだマシになってるね。マシだったね。よかったよかった。エピソード2。あ、それであれか。パーカーの過去編行って死んだからええんじゃん。そう、あそこでまさか死ぬとは思わなかったよね。エピソード2の2までですね。はい、了解でございます。よし、じゃあ無事クリアすることができましたので、チャンネル登録ボタンを押して明日もぜひねお楽しみいただけたらなというふうに思います。じゃあ一旦この辺りで締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。